笑い声大好き。え、なんかさ、そう、デルさんのさ、笑い声なんか好きって言ってくれる人多くない？びっくりしたの。今までさ、笑い声めちゃくちゃバカにされてきた人間だったのね。なんでなんかお前そんな下品な笑い方なんみたいな。親からも、なんかお前、マジで、将来的な問題で笑い方直した方がいいよって、高校生ぐらいの時に親にもうガチトーンで言われたぐらい、なんかね、笑い声バカにされたというか否定され続けてたんよ。だからその当時のネットの人とかでもなんか、お前ってなんでそんな女の子らしくない笑い方すんのみたいな。なんかお前ってダハハみたいな、なんか汚い笑い方するよなみたいな。あ、これ全然けなしてるというか、単純に身内のいじりみたいなやつだから全然向こうもそんな本気で言ってるわけではないんだけど、そう。めちゃくちゃね、なんか、女っぽくないみたいな、めっちゃ言われてたんだけど、そう、なんかね、放送やり始めてから、笑い声が好きみたいな言ってくれる人が多くてね、そう、ちょっと困惑してる。そう。何なんだろうね。なんか、癖のある笑い方だよね。自分で言うのもなんだけど。ガハハというか、ダハハみたいな。なんかちょっとかすれるのかな？ちょっとわかんないな、自分では。いや、次、